公明党の斉藤哲夫幹事長らは文部科学省の萩生田大臣と面会し、新型コロナウイルスの影響で経済的に苦しむ全国の大学生や大学院生らおよそ50万人に対して、1人当たり現金10万円を早急に給付するよう要望しました。萩生田大臣は閣議後の会見で、大学生らに対していかなる支援を行うことができるか現在検討していると話しました。